参議院の自民党と民主党は国対委員長が会談し、中断している安保関連法案の審議再開に向けて協議しましたが、調整がつきませんでした。審議時間を積み重ねたい与党側は、明日の委員会の開催を提案しました。しかし、自衛隊が安保関連法案の成立を前提にした内部文書を作成していた問題や、野党側が求めている磯崎総理補佐官の参考人招致などをめぐって調整がつきませんでした。